小松正は、日本の経済学者。専門は、経済政策。長野県諏訪市出身。長野県諏訪中学校を経て、1945年。早稲田大学政治経済学部卒業。1949年度大学院修了。同大学助手、政治経済学部助教授を経て、1955年。教授、1978年学部長。 麗卓大学初代国際経済学部長、同大学名誉教授、民主社会主義研究会議第四代議長、渡辺五郎藤田秀則城島明彦マシコ、お寒岩沢誠一郎などがいる。博士家庭指導学生に、田村正勝谷口博士などがいる。ありがとうございます。